読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井弘明です。今回ピックアップしたのは医療を扱った小説の中ではちょっと変わったタイプの話だと思います。こちら、夏川草介、神様のカルテ。信州の田舎町にある大きな総合病院、24時間365日救急患者にも対応する病院ですが、大学病院と違って最新の医療機器があるわけではなく、なんといっても慢性的な人手不足が深刻なんです。医師たちはほとんど毎晩泊まり込み、食事をする時間もないという過酷な環境で働いています。そんな病院で働く栗原一人という若い内科のお医者さん、夏目漱石を敬愛する彼は喋り方が変に古風で何を言っているのかよくわからないし、身なりについてはズボラでいい加減な人に見えるけど、診察は丁寧で医師としては優秀、患者のおじいちゃんおばあちゃんからもとっても人気があります。結婚して1年になる春という可愛らしい奥さんもいます。そんな一人と患者や同僚の医師、看護師、そして同じアパートに住む気のいい変人たちとの触れ合いを描く物語です。優秀な一人に大学病院からの誘いが来るんです。最先端の医療技術を学ぶことができるし、きちんと休みも取れるようになる。でも大学病院では見てもらえない患者というのもいるんです。もう治る見込みのない末期がんのおばあちゃんが大学病院から一度の病院に回されてきて、先生、私が死ぬまで見てもらえますか、この病院で私は死んでもいいですかと聞いてくる。真面目で優しい一度はそういう患者一人一人と向き合いたいと考えるんです。この小説は現役の医師である作者が地方病院の過酷な現状や終末医療の問題をリアルに描き出しているんですが、こういう作品にありがちな重苦しさが全然ないんですよね。それはこの一人という主人公の妙に古風な語り口とか、頑固一徹でありながらお人よしな性格、そして彼を取り囲むユニークな登場人物たちとの会話、そういう要素がいちいち笑わせてくれるからなんですね。クスクス笑ってちょっぴり涙する、そんなほのぼのとした内容でありながら医療という問題についてしっかり訴えてきます。難しいのは一人の喋っている古風な日本語だけです。それも美しい日本語に触れるいい機会になると思います。映画化もされたヒット作でシリーズ化されていますけれども、世代を問わず楽しめる素晴らしい作品ですからね、ぜひ小説でこの一作目をまずは読んでみていただきたいです。以上、今回紹介したのは夏川草介の神様のカルテでした。 I hope you become a book lover. Adios.